1948年、奥野健一は最高裁判所判事。和歌山県出身。文芸評論家の奥野武雄は長男。旧制高校時代に高校生と自回りたちの大乱闘があった際に、喧嘩には加わらなかったが、目撃者の誤った証言で警察に逮捕された。いくらやらないと言っても警察官は聞き入れず、 ついには卑怯者と言われたくなく、友人をかばう偽狂心から乱闘の死亡者と偽りの自白をしてしまった。警察官に尋問をされ、偽りの上に偽りの自白を重ね、架空の筋書きの長所が作られた。幸い検事の調べによって無実であることが分かり、不寄所となった。この体験は、警官の誘導尋問によって人間はいかに偽りの、 自白をしやすいものであるかという教訓として、自身が体験者の一人として、後年に裁判をするときに、いつもその点を配慮するようになったとのことである。1923年に、東京帝国大学法学部法律学科卒業。戦前は、仙台地方裁判所長、大臣院判事などを務める。終戦時は、 司法省民事局長として、新憲法制度に基づく、裁判所法制度や、民法改正に取り組む。1948年10月、当時の松平常夫参議院議長に招かれて、参議院法制局長を8年間務めた。1956年11月22日に、最高裁判所判事となる。過去6回の裁判で有罪と無罪が2点、3点した。 八つみ事件の第三次上告審の裁判長として無罪判決を言い渡した。判決言い渡しの後で2点、3点、判決が変わっているが、各裁判官とも本当に親決を注いだ結果だから、責めるわけにはいかないとした上で、自白村長の旧刑事訴訟法の名残がこの事件の、 捜査を誤らしめたにもので、もう少し科学的な捜査が行われていればこんなことにならなかったのではないかと話した。1968年11月に定年退官。その後は、環境庁の中央長重審議会会長などを務めた。1984年5月6日、東京、目黒の国立、第二病院で心不全で85歳で死去。 AB 勘が、コートメオ、道徳勘定はなぜ人を謝らせるのか374ページ、勘が、コートメオ、道徳勘定はなぜ人を謝らせるのか374.375ページ、勘が、コートメオ、道徳勘定はなぜ人を謝らせるのか375ページ、ABCDE 野村次郎、最高裁前裁判官79ページ、AB 野村次郎、 最高裁前裁判官80ページ。ABC 野村次郎。最高裁前裁判官81ページ。ありがとうございます。